よ。ええな、素敵や。今度オープンした何はこん振動もいつにもかするかわからん言うてたしな。あんな店バッタも大量に仕入れて安売ってるだけやないですか。その点うちはパリで直接買い付けてますから、品物には絶対の自信があります。けどな、値段がな。ほな、これでどないです？72万。今逃したらもう二度と手に入らないと思いますよ。一年間エステに通い詰めたこと考えたら安い買い物や思いますけどね。でもな、今日は50万までって決めてきてん。ほなら今日は50万、残りはクレジットっていうことでいかがですか。現金の分もう少しだけお勉強させてもらいますから。50万で売ったらいいな。どうせ品川の中古品かなんかとちゃうんかい。中古品？まさか冗談ですよ。冗談。よっしゃ、今日はな、特別大サービスや。このバッグ税込み50万ポッキリでどない？ほんま？ほんまほんま。お姉さんな、べっぴんさんやからこれもつけてあるわ。ちょっと待ってよ、あんた一体何考えてんの。営業妨害やで。言うてくれるの。わしの貸した銭に合わせて500万、利息も払わんとケツまくっとるあんたの方が立派な営業妨害や。なんださん、この50万大きに大きにって、ちょっと前だ。ほな、利息の50万、大きに。万田さん、殺生や。近くにあの店できてからもう商売上がったりや。この上、仕入れまでできんようになったら。ここのもんまとめて騒いだら、1000万にはなるやろ。おや、まずは借金きれいきれいして、一から出直しや。これでもね、バブルの頃は年商1億あったんやで。うちにかて意地があるわ。なんぼ意地あったとこで銭にそっぽ向かれたらしまいや。銭は人を選ぶもんや。あんたもこの商売続けよう思うたら、まずは踊れをディスカウントせな。バカ。出ませんわ、初瀬のババ。あいつほんまにケツまくれちゃいますかね。あのおばはん、確か15、6年前までは南のクラブとホステスやっとったんや。ホステス？あれが？あれでも若い頃はえらい人気があったんや。客からブランド物のバッグやら何やら業さんもろて、最初は質屋に行って金に買い取ってくれっけど、そのうち自分で商売始めること思いついたんですわ。仲間のホステスから余ったブランド品安買い集めてな。最初は間口2軒ぐらいの店やったけども、ちょうどバブルの盛りや、これが大当たりしたっちゅうわけや。はぁ、あんなやり手やったんすね、あのワン。まあでもそのやり手ババアも何は懇親堂の激安大パニック攻撃には勝たれへんかったっちゅうわけや。懇親堂に流されてる連中は他にも業さんおるわ。近くの商店街なんか軒並み閑古鳥や。おじさん、あれが噂のびっくりびっくりの社長ですわ。兄貴、初枝が飛び降りましたわ。何やと？店はもぬけの殻ですわ。あのままブランド品丸ごと売っ払って逃げ降りましたわ。美咲、 OK、 彼女の自宅当たってみる。さんやったら今朝早う出かけになりましたよ。なんでも休暇でハワイ行く言うてはりましたけどな。ハワイ？ええ、大きなヴィトンのボストン2つも転がして。やっぱセレブは違いますね。琵琶湖にも高級リゾートマンション持ってる言うてはったし、ほんま羨ましいわ。
夏のハワイはええな。寒いわ、琵琶湖やがな。借金踏み倒して逃げるとは、ええ根性しとるの。なんでここがわかった？バブルの頃に買うた高級リゾートマンション、今も近所のおばさん連中に自慢してるらしいやないの。どうやらそのマンション明け渡してもらうしかなさそうやな。売れるもんやったらうち買って売りたいわ。どういう意味やねん、お前名義ちゃうんかい。ええー、景色やないの。これで昔は何もしたんや。7000万、ローンなしの一括払いや。はあ、バブルやな。今やったらまあ1000万がええとこやろ。このマンション管理しとる不動産会社から届いたんです。うちが今まで滞納しとった管理費全額返済できんかったらここ仮差し押さえするっちゅう最後通告ですわ。期限は先月末や。え、消えてるがん。せやから売りたくても売れん言うとるんや。けどな、管理費滞納したぐらいで物件の差し押さえなんかされんのじゃんかい。なんぼ滞納しとんねん。500万。 500? 買った当初はここ管理費一月7万やったんや。今は下がって3万ぐらいなっとるわ。とっか、もうかれこれ8年払ってないねん。ここの評価額1000万として競売かかったら落札価格がせいぜい600か700、滞納管理費の500を相殺したら手元にはほとんど残らんちゅうことやな。やっぱり熟女専門のソープにでも売り飛ばすしかないですね兄貴。あ、ここでやったらここから目と鼻の先ですわ。ソープ？いやや、絶対嫌や。そんな嫌や言うてもしゃあないやろ。万田さん、堪忍や。他のことなら何でもします。風俗だけは堪忍してえな。日払い期限から今日で5日、ひょっとしたらまだ間に合うかもしれんの。え、なんかうまい手でもあるんですか。裁判所が差し押さえ登記するまで1週間から10日かかる。その前にこの物件転売したら連中も手出しでけんやろ。転売？転売やと？アホのガセ、その物件やったらとうに仮差し押さえの手続きしたんじゃんかい。あの、それが裁判所の差し押さえ登記前に移転登記されてもうたんです。滞納管理費の債務はあくまで滞納した本人にありますから、転売されてもらったらそれまでですわ。分かっとるわい。で、本人は雲隠れしたままです。転売先も多分売るやな。わしが話つけたのは後にせよ。はい。あの、私京阪中央土地開発の山根います。こちらの物件のことでちょっとお話しさせてもらいたいことがございまして。まあ入りや。何の用や。あの私あのこのマンション管理してる会社のもんでんねんけど、実はここの前のオーナーに管理費を500万ばかり踏み倒されましてな。困ってますね。それがわしらと何の関係あるっちゅうねん。まさかその銭親分に払えちゅうのやろ。決してそんな。ほら、なんや。じゃあ会社の保養所にここはええなと思ってこうたんや。
前のオーナーとは何ら関係ないわい。文句あるならはっきり言うてみこら。いやもう結構さ、どうも失礼します。僕帰るぞ。はい。社長自ら乗り込んできたんだけど、ちょっとかまし入れたらすぐに尻尾巻いて逃げ寄りました。これでもあの連中からはちゃちゃ入ることないやろ。あとはあの物件評価額の1000万で他へ転売したったらええっちゅうこっちゃ。やらに手をかけさせてすんまんでした。評価額の1000万から借金500万とわしらの手数料抜いた残りの200万、これであんたの取り分や。200万なんやねんな。借金チャラになってその上引っ越し代までもらって何がうまい。せやかて滞納管理費の500万は相変わらずうちについたままですやろ。なんもええことないわ。連中も管理やったらこれ以上追い込みかけることもねえやろ。今まで通りケースまくとったらいい。なんならストリップ小屋でも紹介しとろか。初江さん、そのお金でほんまにハワイ行ってきたらどうです。たまにはゆっくり人生見つめ直す時間必要なんと違います。